よいしょ。こんにちは。先ぶりです。17時までやります。私さっきたい焼きが食べたいって言ってたじゃないですか。だからたい焼き買ってきました。じゃーん。たい焼き食べたくてどうしても、うーん、配信始める15分前ぐらいに買ってきました。でもちょっと高くて270円ぐらいなんですよ。あんことかは190-180ぐらいなんですけど、これ高いの。なんかカスタード、プレミアムカスタードなんだけど、プレミアムだから高いんですよ。ちょっとそう、久しぶりに買いました。でもちょっとね、2人ぐらい並んでました。ちょい、ほんとちょい込みみたいな感じだった。じゃあ食べますね。頭から食べるタイプですか、みんな。頭、尻尾。私頭から、本当は2は尻尾からみたいな、あるよね。尻尾から食べようかな。いただきます。うん、まあでもクリームも入ってないわ、尻尾。おいしい。カリサクですね。カリフラ、あ、カリフワ。うん、カリカリしててふわふわしてます。うん、やっとクリームが来た。クリームね、甘い。すごくすごくね、なんだろう、濃厚なクリーム。うん、プレミアムな味がします。滑らか。他にもね、さつまいも、さつまいもベースのなんかクリームが入ったやつとかも売ってました。ね、かじった瞬間になんかすごいサクッて音をする。まだあったかい。多分作ったばっかり。すごい糖分補給してるって感じがする今。
なんか最近酸っぱいかしょっぱいかしかあんま食べてなかった気がするので、あんまりね、まあ、アイスとかも食べてましたけど、食べたくなってきたわ。お、近所に売ってないんですか、たい焼き屋さん。かっこ弱い人さん、ピンクマジックありがとうございます。ありがとう。尻尾から行く派ですかね。今日は尻尾から食べてみました。見てたらお腹減った。美味しいですよ、たい焼き。たい焼き美味しいですよ。食べたい、食べたい焼き。なんかもう外出たら暗いと思ってたんですけど、全然明るくてちょっとびっくりしたね。言うてでもまだ4時だもんね。まあ5時にもうちょっとになるけど、なんか一日中レッスンの日ってなかなか外に出ないじゃないですか。一日中レッスンだから外に出た瞬間になんか明るくて日がすごくて、お昼じゃんまだみたいな感じだった。うん、なんかマスクの中本当にやばいよね。いつも歩いて帰ってきてマスク取ったらもうなんか顔に水がついてるんですよ、汗。でも顔洗ったみたいな感じの水滴がめっちゃ大きい水滴すごいついてる。
うん、美味しかった。食べ終わってしまった。もう一個買ってくればよかった一個じゃ足りない。でも一個で我慢します。買いに行きません。うん、10分ぐらいで食べちゃいました。またまた57分になったら教えてください。なんかさ、たい焼き1個じゃ足りないからさ。お、国用かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます。うん、あれだよね、あのビッグサイズたい焼きみたいの売っててほしい。2個分の大きさだよみたいな。280円でしょ。まあうん、その2倍の あのお金でもいいから全然払う。食べたい、その大きさ。でもね、大きすぎてもあれなのかな、クリームがそんなに入りにくいのかな、皮が破れちゃいそう。でも大きすぎたら、そろそろおいとま、配信ありがとね。おいとまですバイバーイ、後でねおいとまなんて言葉、え、久しぶりに聞いた。なんかそういうドラマありましたよね、凪のおいとまみたいなやつ。お母さん見てました。私もちょっと見てた。見てましたよ。あ、本当に？あれね、なんかどういうお話だったかはちょっとあんま覚えてないんだけど、でもすごいね、面白かったような気がする。いや、面白かった普通に。主題歌あいみょんさんなんだ。でもなんかそのすごい完璧な女の人だったのに、なんかその実家じゃないけど地元かどっかに別の場所に住んで、もう髪がめっちゃもうアフロみたいになってたみたいなやつ。くせ毛ですよね。だからくせ毛を直してたんだけど、なんかもういいやみたいな感じで、そう、自分をさらけ出そう系のやつだった気がする
もあんなアフロになるっていうアフロの度合いだったよね、すごい。お、国用かっこ弱い人さん、ピンクマ10個ありがとうございます。ありがとう。うん、もう57分ですか。57ピンクマって今書いてあったんですけど、56か、あと1分か。でもほぼアフロみたいなくせ毛の人もね、いますよね。でも私の、その親友の子も結構くせ毛で、そう、でもね、髪巻いてるみたいなくせ毛ですごい可愛いんですけど、でもね、宿毛矯正みたいにしてまっすぐになりました。お、57分。じゃあちょっと読みます、ランキング。13位はまさきさん、ありがとうございます。12位はすすむもっちだんさん、ありがとうございます。11位はももたネットさん、ありがとうございます。10位まゆゆかみおしさん、ありがとうございます。9位はジャーリングアットマークシンガポールミューディーハッチメイトハートさん、ありがとうございます。ミューディー。そして8位は B さん、ありがとうございます。7位は大粒ちゃん、ありがとうございます。6位はさんちゃんさん、ありがとうございます。5位はメロメロさん、ありがとうございます。4位はトカチンさん、ありがとうございます。3位はあゆまるさん、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。1位は国曜かっこ弱い人さん、ありがとうございます。以上になります。明日じゃない、次の配信は19時45分からです。ぜひそちらも見てください。うん、ね、そっちの配信も20分配信なので、まあ、短めです。でもぜひ見てください。来れたら来ます。そうですね、来れたら来てください。うん、ね、レッスンもちょっとね、レッスンまでね時間があるので、そう、まあレッスン行ってきたいと思います。じゃあまた後で、バイバーイ。それ給湯室がすごい丸々映ってる。バイバーイ。